カンピレイの滝は沖縄県八重山郡竹富町の入表島を流れる占い側にある滝である。放内川は入表島中央部の山地に源を発する沖縄県西町の河川である。カンピレイの滝はその中上流部に位置し、川床の高低差が少ない滝が長さ約200メートル、数段にわたって続く。岩盤は 新大三期の八重山総群の砂岩で周辺には多数の大穴があり、その直径は最大60センチメートルに達する。その中でも特に深いものはアヤチブビルチブと呼ばれ、アヤチブはアヤツボの意味であると考えられている。下流およそ250メートルにはマリユズの滝があり、共にイリオモテ島の代表的な観光地となっている。この滝を含む 占い側の上流一帯は、聖域で1727年の八重山当初基調によれば、当時は稲葉院と呼ばれており、若夏には、火器や飲食は厳禁とされ、被り物は脱ぐことが定められていた。この滝付近は、カンピレーと呼ばれ、聖域の中でも、入り表で最も聖なる場所とされる。カンピレーとは、カンピラインのことで、神々が交際するという意味であるとされる。 また、神が座るという意味の、カンピリが変化したものとも言う。18世紀後半の、喜び、来吉田城由来記等によれば、西表島の神々がここに集って相談し、守り神がいなかった、唸り先に新たに神を招くことになり、山津から女神を招いたという伝承がある。喜び、来吉田城由来記では、カンピレイを、カンヒライト、アヤチブビルチブを、操 ほヘリツほと記している。カンピレダキ、カンピラダキとも呼ばれる。自然景観に優れ、自然休養林に設定されている。周囲には、沖縄裏ジロガシが優勢する亜熱帯林が広がる。滝周辺は広い岩場が露出し、細かな流れが周囲から入り込んでおり、その周辺には、琉球ツワブキなどの渓流植物が見られる。周囲の岩壁には、ヤブレガサウラボシなど、 独特の植物が群落を作っている。裏内側河口から約8キロメートル上流の群間岸まで遊覧船で遡り、そこから続く遊歩道で徒歩約45分のところにある。カンピレイの滝から先は、り表島横断道となっており、自然体験ツアー等で利用されている。ピナイサーラの滝との中間にある手道山への登山口にもなっている。 横断道等への入山に際しては、森林事務所や駐在所等に事前に入山届を提出する必要がある。ありがとうございます。